はい、たくまんです。今日お話しするのは必勝面接法についてです。まあ、これから推薦入試とか栄養入試、まあ、もしかしたらもう終わっちゃってる方もいるかもしれませんけれども、まあ医学部の方なんかはね、筆記試験受けて面接があったり、まあ、中期とか後期試験受ける人はね、面接があるところもあるかもしれません。この面接でね、やっぱり合格をつかみ損ねるっていうのは非常にもったいない。筆記試験で同じ点数取れてるのに面接の差で落ちちゃったって、これはもったいないです。で、面接って非常にシンプルに簡単なことを変えるだけでね、全然相手に与える印象とか、良さっていうの変わってきますんでね、今日この動画を見てすぐ明日実践できるようなことを今日話していきます。で、これは大学受験に限らず高校受験をする人もそうだし、これから就職活動を控えている人とか転職活動だったり、そういう全ての面接にね、バイトの面接でもいいです、全ての面接に共通する面接必勝法というのをね、お伝えしていきたいなというふうに思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。で、今日はですね、まあ大きく言うと2つです。一つが内容についてです。当然ね、喋りの内容、どんなことを話すのかという内容面について、そしてもう一つが振る舞いですね。姿勢だったりとかね、そういったような振る舞い方っていうのを、ちょっとアドバイスしていきたいなと思います。で、まず一つ目、内容面なんですけど、まあ今日はね、大学受験に限らずっていうことと、あと、まあ、各大学、各学部で聞かれること全然違うと思うんで、ちょっと抽象的になっちゃうんですけど、まず一つめちゃめちゃ大事なことなんですが、聞かれたことに答える。もうこれが一番大事。これは国語の問題でもそうです。ね、記述の問題でもそう。聞かれたことにシンプルに答えてください。二つ目、シンプルにって書いてますが、もうそれだけでいい。それだけでいいのに、これができない人が非常に多い。で、僕は実際大学時代ゼミに入ってですね、ゼミに入ってから、次の年の後輩のゼミ生を募集した時に面接をするんです。で、その時僕らが実際面接官になって一個下の後輩と面接するんです。で、その時にね、すごく思ったのは、聞かれたことにシンプルに答えられない人いかに多いか。まあ、例えばそうだな。医学部とかだったらね、どんなお医者さんになりたいですかって聞かれたらね、もうシンプルにさ、聞かれたことに答えるだけでいいわけだから、いや、患者さんに愛されるようなお医者さんになりたいですとか、患者さんが何でも気軽に言えるような、それぐらいの近いコミュニケーションいつでも取れるような、そんなお医者さんになりたいですとかって言えばいいところを、まあ例えばそうだな、実は僕の父親も医者で、で、父はもう30年ぐらい医者をやってるんですけれども、まあ内科医で、で、本当に小さい時に病院とかに父を訪ねて行って遊びに行った時に、本当に父親は患者さんからすごく慕われていて、みんなにいつもありがとうとか、お世話になってますっていう言葉を笑顔でかけられていて、本当に多くの患者さんに愛されてるんだなというのを実感しました。で、そういう父の背中を見てきて、僕は医者になりたいなというふうに思いました。え、で、結局なりたいお医者さんはどんなお医者さん？今だったら医者になりたいと思った志望動機だよね。うん、志望動機にしてもすごいうだうだ話すから分かりにくいし、とかっていうことで、結構これがね、就職活動でも多いわけ。あなたの長所は何ですか？負けず嫌いなところです。パンって言えばいいところを、私は大学時代のサークルでは何々をやりまして、で、そこでこういうことが起こりまして、いや、そんなことはどうでもいい。ね。聞いてる方もね、もう何を喋ってんだこいつはってなっちゃう。そしたら最後にね、ちゃんと答えてても、聞いてくれてないわけ、もう。だんだん飽きてきたよ。うん、はい、そうですか。じゃあ次の質問ですが、みたいになっちゃうわけ。だから皆さん、ここをまず、急に、一言目で答えてやる。答えね、すぐ。小論文でも一緒でしたよね。これについて賛成か反対かみたいに聞かれてたら、まず最初に賛成か反対か言ってください。ね、それと一緒です。聞かれたことに答えるだけ。そしたら向こうが突っ込んできますから。なんでそんなお医者さんになろうと思ったんですか？で、その時にさっきのお父さんの話をすればいいわけで。それまでは普通にパッて答えればいい。そこがまあ今回言う、その聞かれたことに答える。そしてシンプルに。うだうだじゃなくていいです。志望動機ね。なんでこの大学、この学部で学ぼうと思ったんですか？理由は3つあります。3つもあるんかい？みたいな。で、1個1個はどうせ長いんでしょってなっちゃうから、シンプルに。もう1つだけですよと。ね。この大学には何々という教授がいて、私の志望している、勉強したい、西洋外交史が一生懸命学べる学部、その環境があると思ったからです。もうそれだけでいい。っていうことになってきますからね。はい。なんで、ここちょっと意識してください。うだうだ話さないよっていうことです。シンプルにというのはね。二つ目、振る舞い面。振る舞い面の方が僕はね、大事だなと思います。こっちの方がなんなら大事。これでだいぶ印象変わってきます。はい、まず一つ目、表情です。表情。表情は皆さんもうね、当たり前です。明るい方がいい。笑顔です。笑顔がいいね。当然そうです。入ってきてガラガラガラ。
下向いてこうやってさ、あ、よろしくお願いします、お願いします、じゃあダメだよね。やっぱり笑顔で前向いてピシッと姿勢正して入ってきた方がいいじゃん。与える印象全然違う。で、表情と合わせて目線です。目線、相手と話す時の目線、相手がこっちにいるのにここ見て話してたらダメだよね。ここ見て話してちゃダメだし、こうやってずっと考えながら話すの、これも不安そうにしか見えない。相手の目、私はあなたにちゃんと喋りたい、伝えたいっていうことを忘れずに、しっかり目を見てください。で、目を見るのって結構緊張するんだ、これが。ね、怖いんだわ。ね、だって、可愛い子とはちょっと目を合わせて話せませんっていう人結構いると思います。それと一緒なんですけど、目見なくてもいいです。ね、距離感によっては、まあ、こんな距離で面接することないから、基本的に。結構離れてるわけですから、その距離感でいけば、目じゃなくても、鼻とか、鼻のあたりとか、おでこのあたりとか、あるいはもっとそこも無理だっていう人はもう、顎とかね、このネクタイのあたりとかね、相手のスーツ着てるネクタイとか、そのあたりをぼやーんと見るだけでも全然違います。それでも向こうからしたら、だいたい顔を見てくれてるなっていうふうにしかわかりませんから。これ非常に大事。そして二つ目。これもまあ表情にも近いところがあるけど、大きな声ではっきりと話すということですね。これは当然ですね。だって、これができないと、ここが伝わんないじゃん。ボソボソって。はい。私が志望したのは、この大学の、校風にもあるように。これわかんないよね。わかんないし、暗いよね。だって、これから取るのはさ、これから大学で学んでほしいとか、これから一緒に働いていこうとかさ、そういう人を取るわけじゃん、面接って。で、そこを見たいのに、そんな、この子、やめるのかな、入ってもやめちゃいそうだなとか、暗い気持ちで入っ、いやいや入ってきてんのかなとかって思うわけじゃない。やっぱりそれは思わせちゃダメだから、大きな声ではっきりと。そのためには何が必要かっていうと、シンプルです。口をしっかり動かして大きく開けて話してください。そうすると自然とね、大きな声も出てきますし、はっきりと喋ることもできます。ここ非常に大事で、なんでこんなに振る舞いが大事かっていうのは実際に証明されてます。メラビアンの法則、これ聞いたことある人いるかもしれません。知らない人はぜひ覚えておいてください。メラビアンっていうカリフォルニア大学の名誉教授、心理学の教授がですね、実験をしたんですね。どんな実験をしたかっていうと、コミュニケーションを人と取るときに、その情報というのはどこから入ってくるかっていうのを、まあ、いろいろ実験してですね、結果を出したんです。その結果、3つの数字が出てきました。 55%、38%、7%。 はい、これ何かというと、55% とあるのは何か。はい。これは、実は視覚情報。視覚から情報を得てますよっていうことなんですね。視覚から。視覚ってどういうことですか？視覚から入る情報って表情でしょ？目線とか、姿勢とか。視覚から情報を得てます。で、続いて何ですかって言ったら、聴覚。聴覚、耳です。ね。聴覚って何ですかっていうと、これ、内容じゃないんですよ。ここなんです。声の大きさ、話し方、口調、そこから 38%。残りの 7% が言語情報。言語情報って何ですかっていうと、言語情報イコール内容です。いい？見てください。これ全部足したら 100% になってますが、この 55%、38%、つまり 93% が視覚、つまり見た目。これ表情とか姿勢とか、清潔感とか。38% はその人の声、声の心地よさとか、口調だったり、話し方、ここなわけです。たった 7% しかないんですよ、内容が。でもこれが証明されてるんです。ですから、いかに皆さんここが大事か。で、ここは今日聞いて今すぐにでも変えられます。ちょっと意識してみてください。鏡見て自分で笑顔を作ってみてください。口角を上げる、明るい表情、猫背になってないかな。で、大きな声で喋れてるかな。ここを変えるだけで、この 93% 相手に与える印象を大きく変えられるということになります。ですから皆様、内容ももちろんなんですが、この振る舞いのところね、しっかり意識してやってもらえればすぐ変えられますので、ぜひ、面接、もうどこにで面接しても、どんな場面でも負けない面接をぜひ手に入れてください。では今日はこの辺で、バイ。